はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。3赤使った無課金攻略、今回はね、再び気まぐれゲートダクネスちゃんね、一応これスキル2じゃない、スキル1か、タップで自分のプニを消した時ダメージを与える代わりに回復するということで、ダメージの 20% なんだね。はい、あれなんですけど、まあこれがね、不具合が解消されて漢方3つもらえたんですけどね。まあ一応ね、昨日もちょっと動画出したんですけど、もうちょっと上手い使い方ができるようになったんで、一応ね、今後のために一応動画作っておきたいと思いました。まあ単純に言うとね、バフ効かした方がダメージも増えるし回復量も増えるっていう話ですね。なので、まあ普段はね、バフないと、まあこれちょっと1体しかいないんであれなんですけど、まあ、なるべくね、デカプニの方がダメージが出て、これ回復4とかなんだけどね。デカプニが11ぐらいだと、215ぐらいね、ダメージが、回復があったりして、まあでかければでかいほど、はい、ダメージ、イコール回復がね、していくので、まあこれでね、バフもちゃんと乗っけた方が、回復量ももっと増えるよ。そしてデカプニでやればさらに増えるよっていうところでちょっとお見せしたいと思います。結構ね、まあぶっちゃけて言うと2040デカプニくらいになると2700ぐらいいったかな？はい。なんで、まあなるべくね、デカプニ作ればいいっていうことと、攻撃力アップはね、そもそもダクネスちゃんが攻撃力アップ妖怪なんで、まあ、ダクネスちゃんでもいいと、こと足りるっていう感じですね。なんで、あ、やべ、へぐった。攻撃受けちゃったな。まあいいや。で、これで、で、攻撃力アップをダクネスちゃんに。で、自分をでかくしてくれるとさらにいいかなって感じかな。あ、やべ、1142か。これで1142ぐらいなんだよね。これぐらいのデカプニで1585って感じで、まあちょっとやり直しちゃうけど、デカプニかつ攻撃力アップねかけた方が回復量がもっとねいくという感じなので、それをうまくね使いこなしてやりましょうって感じですね。ただこれね、この間の妖怪ってみんな1ポイント低いので、ダクネスちゃんのバフかけちゃうとね、みんな一発でやられちゃうので、まあ、そこがまた食らっちゃったな。そこがちょっと難しい、難しいっていうか、さじ加減のあるところですね。これで、なるべくダクネスちゃんをでかくして、あ、これが一番いいね。で、これで、38。で、あ、これあんまりやるとね、攻撃力アップ消えちゃうんで、これで、あ、消えちゃったな。ちょっととっとと打たないとこんな感じになるかな。はい、攻撃力アップもね、時間があるんで、なので2800ぐらい回復するとか見せたかったな。はい、なんでまあそうすると肝なし先生よりはね結構いいんじゃないかなっていう、ね、感じになってきましたね。まあ何にせよダクネスちゃんのねスキル復活してよかったですね。一発で見せれればかっこいいな。なるべく早めに打てば、あ、これいいね。これで31プニか、31ぐらいだとどんぐらい ?2000 か。まあそんな感じ。はい。まあ2000ぐらい回復したらいいよねっていうね。感じですよね。2800いったんだよな。あの2プニを、刺してくれたらね、もっといくんだけどね。じゃあちょっと次で決めたいと思います。あ、これどうすんだね、ボス戦とか封印戦とか裏マップとかね、そういうのでうまいこと使えるのかな。なんかちょっとその辺はよくわかんない。あ、これめちゃめちゃダクネスちゃんいるね。ただしあれがいない。あ、いた。これなんかこうしちゃおうかな。あ、やべ、でかくしちゃった。よし、これでいこう。これで攻撃力アップ、サイズアップ。いくつなんだろう、2600か。まあこんな感じでね、はい、回復いいんじゃなかろうかとかね、感じですね。
で、ご褒美の間とかはこんなにヒットポイント低くないので、デスマーズもね、デスマーズもこの子なんていうの、お助けありがとう。デスマーズも攻撃力アップなので、さらにね、ご褒美の間とかだとさらにデスマーズの攻撃力アップもその上がければさらにね回復量増えるので、なんでそうだから、あのサイズをでかくするかデスマーズを打ってダメージイコール回復量増やすかっていう手もねあるので、はい、気まぐれゲートね、今後もどうなんでしょう、着物師先生で、あっちはね 22% なんだよね、スキル2が、不気味だったよね。あ、いたいた、着物師先生を普段前は使ってたんですけど、これが1060回復してくれるんですけど、ただ 22% なんでね、なのでまあこれだったらまあちょっとね、あの2000の回復はなかなかいかないかもしれないですけど、うん、なんていうの、1000ぐらいだったらね、はい、簡単にいけるので、まあダークネスの方が、まあ今回ちょっとデスマーズがいるんでね、着物師先生使えないですけど、まあ序盤なんかね、このワイポイントアップの妖怪って使えないと思うので、序盤はだからデスマーズじゃなくて、なんつうの、着物師先生とお二人使ったらもう簡単に回復できていいのかなという感じですかね。一応不具合解消してくれて順次実施させていただきますっていうところで、なんかこれダークネスちゃん持ってる人は漢方がね3つ返ってきたので、そんな感じでございましたね。はい、まあちょっとうまくやればもっと回復ね3000とかね、うん、いくと思うので、はい、はい、ちょっともう一回チャレンジさせてください。3000回復全部埋まったら3000回復ぐらいになるかな。うわ、ダークネスちゃんがもう、まあ、最近バツネスとも言われてる。バツネス、どうしよう。これで、なるべく早く行って、ダメか。1584、あんまりだな。ちょっともう一回やろう。どうやったら2つサイズアップを2つにかけてほしいんだよな。ダークネスちゃん、よいしょ、ダークネス、なるべく他のやつも、あ、やべ、つなぎ切った、ダークネス、よいしょ、これでどう、これで2つにサイズアップかける、 OK で、これでどう、あ、もうちょいいけるか、バフ切れちゃう、41、2900か。3000行きたかったけど、まあこんな感じですね。はい、42サイズだったらいけたけど、まあいっか。はい、というわけで回復はこんな感じで、まあ42サイズであれば3000はねいきそうですね。惜しいね。はい、ちょっともうちょっと行きたいね。3000回復。サイズ42見せりゃいいんだな。そうだな、これで、もともとダークネスばっかりにしちゃえばいいんだ。まあでも、こんぐらいにしとくか。よいしょ、あんまやると倒せちゃうか。よし、これでこっちのダークネスでやってサイズアップで、これでいくつなんだサイズ、44、ああ3200いった、
ていう感じですね。あでそうだ、これしまった、こいつ打ってたらもっと良かったんだ。まあでもとりあえずね3000いきましたね。はい、なんでまあやられてもね、なんか一発ドカンとね回復できますね。はい、よかった、これを差し込みます。ダグネスちゃんね、何はともあれ復活してよかったなと思います。そんなになんかすごいってわけでもないんですけど、はい、無事ね使えるようになってよかったし、まあできて使うならね、あの攻撃力アップ加えてやるとねいいので、それでぜひやっといいんじゃないでしょうかって感じですかね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。もしかしたらなんかもっといい回復量のやつが途中で挟まってるかもしれないですね。はい、それぐらいですねちょっとね2000もっとね、なんか3000いきたかった、2800ぐらいいけたんだよな。うん、でそれを見せたかったね。もしかしたら差し込んであるかもしれません。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう、さよなら。これね最近はバツネスとも言われてますけどね。